い、どうもこんにちは、ピアソンのイルス。今回は新ハンターグレイスを使って、遊んでいこうかなと思います。 UR 衣装を今回持ってきてみました。背中にでかいなんだこれ、貝殻みたいなのがついてる。さあ、ということで遊んでいきましょう。まだ実装初日ですけども頑張っていきましょう。ちょこちょこは練習はしてるんだけどね、どうしてもね、マッチングが遅すぎて、昼ランが終わった後からマッチング始めて、で、一戦マッチングするかなと思って気がついたら、夜ランが始まってしまいました。ということでね、一戦もマッチングしなかったんで、カスタムでね、また遊んでいきます。さあ、向こう側行った。これ投げなくていいか。あ、でもこれワープ入るんだったな。うん、投げてもよかったな。こう投げてる最中にさ、スタンとか入っても、そのまま投げてる状態のまま維持されるから、それのまま入った方が足が速かったかもしれない。まあ、とりあえずこれ一撃で 60% ぐらいまで溜まってるから、これうまくね、生かしたいんですけども、多めに囲うか。ここぐるーっと囲っていって、で、向こう側行ってるから、まあ、いやー、あんだけね、ゲージ溜まってたんだけどな。やっぱファーストチェイスでゲージで倒すっていうのはかなり無理があるかもしれない。さあ、ただここぐるっと囲ったんで、空軍だけ気をつけながら、こっち側からさ、圧かけていけば、そっち側追いやって、サバイバー追いやることで、これ食らう人、そこ倒したら OK、 ダウン取って、これ鬼没あるから空軍に一発与えて、ちょっと空軍救助来れないようにしよう。てか、あわゆくこれさ、空軍もかっこよくない？これ、海のポジション、やっぱ、漁師なだけあって、苔村、グレイス強いかもしれんな。はい、刺激与える。で、ここ、もう出ないんだったら、もうこれ鬼没よ。はい、強っ！で、あとね、グレイス使ってくれて思ったんだけど、通常攻撃がね、一番強い。やっぱどうしてもね、ファーストチェイス性能、オフェンスいる。とか、まあ、救助狩性能とかはどうしても低いんですけど、唯一ね、グレイスも強いとこあった。通常攻撃の判定めちゃめちゃ強い。出の速さもすごいしね。なかなか通常攻撃優秀な方なのではないでしょうか。オフェンス嫌だな。で、結構ね、やってて思ったのは、やっぱりグレイスをうまく使っていく上で一番意識しなきゃいけないのは、この自分がこの槍とどれだけ離れてると槍は自動的に解説されるのか、その距離感を一番研究していかなきゃいけないなっていうふうにだんだん感じてきましたね。まだまだ使いこなすではないし、俺も槍の感覚分かってないんだけど、まあ、あれだよね、その夢の魔女のさ、どのぐらいの範囲まで行ったら自動追尾入るのかっていう、そういう感覚って多分魔女使いの人は分かると思うんだけど、それに近い感覚かな。槍をどの辺まで飛ばしておいて、ここまでだったら槍が戻ってこないっていうのを多分体に染み込ませないと難しいと思う。こことかもさ、槍投げて今下にいる人これやったら、これ強いな。今これオフェンスがさ70、80、これ一度ダメージ入る？いやー、さすがに入んないけど、そんだけ溜まっちゃったらもう踏み込めないでしょ。やば、船上釣り強いな。この上から投げることで森って自動的に下に落ちるから、すごい下の方の範囲まで囲えちゃう。まあ、ただちょっと厳しいか。あ、え、これ今のダメなんだ、溜まんないんだ。なんかね、たまにぐるっと囲ったと思ってもなんかよくわかんない。囲えてない時がある。今のちょっと森の位置が悪かったな。さあ、こっち側流しながら。今だいぶオフェンスボール使ってくれたから。まあ、そのまま放置でしょう。ここも全部囲っちゃう。全部囲うよ、これ。で、ここで回収すると。そうすることによって、さあ、60、70、80。ワンダメ食らうでしょ。いやー、惜しい！ 93！ 頼む、踏んで！いやー、惜しい！あと1！ あと1なんだけどなー。こんだけさ、広く囲って、99で止まるんか。まあまあ、ほぼ、まあ、溜めたんだけどな。こんだけやってようやくだから。マジで大変。よし。今のも当たってほしかった。さあ、すでに存在感マックスだから、ここで当てていきたいところ。回収。OK！ さあ、うまく囲ってダウン。やっぱりね、存在感が、2段階まで溜まってると、囲った時点で、増えるゲージの量が 50% 一気に増えるから、タックル1回と囲い1回で、ワンパンワンダメージ入るようになるから、それが強いね。これまた暗号機守りしようか。昨日のおまけでつけたみたいな感じで。で、あわよくはワンパン入れに行く感じにするか。これ一旦囲ってさ、あー惜しい、今50入んなかったが、やべ、囲むだけっていうつもりだったのにこれ。いやー、もう今から持っても遅いな。普通にワンダメージ与えに行きましょう。オッケー、ボール全部使った。やっぱさっき途中でね、オフェンスにボール使わせたのが生きてきたね。ここでチェイス早めに仕留められそう。本当は囚人トンネルして最新に地域っていう感じにしたいんだけど、まあ。こっち側行く。で、乗り越える。さあ、降りるんだったらこれはもう高速でやれてしまう。で、ここ繋いでた。ロングワープ、それ今繋いだ？いや、今じゃないよね、多分前繋いでるやつだよね。すごい、今繋ぎましたみたいな位置してるけど。で、こっち側寄せていって、ここ守っていって、で、今回は全然使ってないけど特質、希望ですね。最初に1回使ったか。で、そっち側裏いるけど、これさ、村のさ、祭祀の強い待機場所、この裏の大岩で待機してるやつ、それここで普通に囲めちゃうから、一番動きも囲っといて、これ壊してると怒られちゃうから。62、めっちゃ溜まってるよこれ。祭祀90来れる？
無理なんじゃないか。これしっかり待って、2発あーやばい、待ちすぎた。あーオッケーオッケー、まあダウンは取れたけど、取れたけどちょっともったいなかったな。今通常攻撃で攻撃キャンセルさせて、でそっからさらにもう一撃湿気で与えるっていうつもりだったんですけど、若干ね残り 90% に入った段階で来ちゃったから間に合うかどうかひよってしまいました。さあ多分こっち側行ってるんで、あ揺れ止まってるってことは囚人が何としても救助に来てるはず。いた、それをうまく倒していきたい。まあ鬼没もあるしダウン取ってもいいけど、ここでね鬼没使っちゃったらね確実に妻子救助されてしまうから、それはね避けたいんで鬼没は温存しようか。さあうまく、いやーやばいやばい、この板をね壊せないからね、それどうするかが難しい。あ揺れ止まってる、戻るわ。さあ戻っていないか、耳鳴りもしなかった、ごめんケバブしちゃった、ケバブしちゃったけど、まあ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 、いや、そういえばコメント欄であれがあったなこの瞬間移動のモーションが好きって人がいたな。確かにこの漁師グレイスの瞬間移動モーションはなんかすごい押しとやかというか、なんというかそんな感じがしていいですね。1人飛ばした後がね難しいんだよな。やっぱ存在感マックスになればね結構強いんですけど、存在感1の状態でも強いかと言われたら、まああんまりだなっていう感じがするんで、結局その湿気ゲージでうまく戦っていける状態になるのが個人的にはね、やっぱマックスにならないと完全湿気ゲージでやりに行こうっていう戦い方にしづらいというふうに、ね、感じてしまいますね。さあ降りない、しっかり見て OK。 さああとは囚人でもね結構暗号機積みかけ多いから、もうこれ普通に釣っちゃうわ、釣っちゃってハッチ勝負します。ハッチはここが、まあでもね囚人これビリビリが残ってるからな、早めに見つけなきゃいけない。どうせここの裏、ここの裏にいいな、いない、やばい、あ乗り越えた、いやーこれ無理か、さすがにいけ、間に合ってくれまあ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 惜しかった。さあ2戦目遊んでいこうかなと思います。マジでねもっと練習したいんだけど、マルチ戦が本当にねマッチングしなさすぎるんで、もしねこの動画見てて中国版やっててサバイバーが120以上の人格ありますよっていう方いたら、ぜひね僕に申請してください。 ID とか Twitter に載せてるんでお待ちしてます。一緒に練習しましょう。まあ、ということで宣伝挟みながら練習相手探して、まあ、まずはねまず囲って30入れたけど、この湿気はマジで意味ないんで、まあ、とりあえず最初の段階はやっぱあれかな、ポジション移動させることにこの槍を使っていう感じになるかな。であとはサバイバーが持っている加速スキルをどんどん使わせる。でこれでまた割れ窓じゃなくて室外剣使ったから、それに合わせてでビリビリ使った、デッキに追いついた段階でワンダメージ、まあっていうのにやり方が一番いいだろうな。うん、で今回は感謝を持ってきてみました。さあこの辺強ポジ行くんだったら、多分ねあそこの辺りの槍の位置だと多分こっちまで全部覆ったとしても槍は返ってこない。 OKOKOK 槍返ってきてない、でここで落ちちゃう、でさらに感謝もりもり置いて、で反対側行くしかないけど、さあ 60%70、80、 あー惜しい、90か、あーでも OK、 袋使った、これワンチャンあと10だからちょっと頑張るわ、頑張って囲うね、これで囲って、で袋剥がす、 OK いいよ、もう初めてパーチでうまく使えた気がする、初めてじゃないかもしれんけど。さあ、オッケー、読み方やっぱ強いな、このハンター通常攻撃だけは、うん、めちゃめちゃ強いわ、結構トップレベルで強いんじゃない、通常攻撃の判定だけで言うんだったら、そんな気がします。ため攻撃はちょっとあんまりな気がしたけど、普通の通常攻撃はいいね、普通の通常攻撃とは一体何でしょうか。さあ投げて、でさあ、あそうなんかね、多分今日のアップデからなのか分かんないけど、傭兵の肘当てがなんかない、あほら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 ね、今わかる、傭兵の肘当てないんだよ、ほら、ない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 、今肘当て1個しか使ってないから絶対ね腕の周り肘当て見えてるはずなんだけど、今日のアップデから傭兵の肘当てが全く見えない状態になってる、バグか仕様にでそうしたのかわかんないけど、まあ、他のサバイバーオフェンスとかは普通にアイテム持ってるの見えたから、多分傭兵だけそういうバグが発生したんじゃないかなっていうふうに思ってるけど、いやどうなんだろう、結構困るよね、だから膝ってないなと思ってみたら普通にガンガン使ってくるみたいなことがあるからね、何なんだろう、すごい困ってる最近、最近というか今日だけど、早めになるといいな。さあこれ座らせる、あ強ポジいたんか、あこれさ犬使っちゃおうかな。さあこっから犬で救助狩りしようか、これ犬グレイスはマジで救助狩りできるよ。さあここでしっかり待って、でもなんかあんま来る気配ないな、もう一人なんかダブル救助来そうな気配がしてる、正面側ねもう一人いる、あ揺れ止まってる、これ二人で来てるわ、こっちが投げといて、まあ回遊モードで待ちますか。で犬中に突進しても犬は消えないんで、まあ硬直はなくなるけど、しっかり50だけ与えて、でもう一人は来てない、来てるいた、今占い師な。さあこれでよーし OK、 犬でしっかり送らせて
しっかりと恐怖を取っていく。これでかいな。さあそしてここもう一人いたのか、これ傭兵か、傭兵がこっち側回しに来たのか。じゃあここ普通に守りましょう。いいね。またでもここを普通に2割ぐらいしか回ってなさそうだから、まあまあまあ大丈夫そうな感じではあるけど、これかなり遠く、救助された後も囲えるぐらいちょっと余裕を持って椅子回りは水に浸した方がいいのかな。でこれ50入れてしっかり待って、60、70、これかな、これいけるんじゃない、80、90、いけ、よし、オッケー。いやギリギリだったね今。ああ10だった、相当ギリギリの賭けだったけどよかったね。やっぱあえて椅子の周り一定間隔やるのが大事なんだろうな。なんか最近思ってきた、槍チャージ、なんかその長押しすればするほど飛距離伸びるんだけど、なんかキャンプ中はそんなチャージしすぎて飛ばしすぎない方がいいのかな。もう半分ぐらいチャージして投げるのがいいのかなって思ってきたりとかもいろいろ考えてはいるんですけど、ちょその辺はね、どういうその方向で投げてどういう風なその円を作ればいいのかっていうのはもうちょっとシングルトレーニングモードでこの後楽しみようかなって思ってみたりはしますね。そこを傭兵がいる。さあどうしましょうか。犬ももう溜まってて、向こう側多分正面側かな、回してる気がするけど、まあ普通に釣ってしまいましょう。あ、上行ってる。ワンチャン傭兵の救助行ってもおかしくないけど、森投げてここまで距離入るのか。へえ、やっぱ院内戦ってこいつ強いよね。院内ってやっぱその前もなんかの動画で言ったけど、距離値がすごい強いわけで、落下のそれをね移動スピードでカバーできるから、病院は結構グレイス強いかもしれないな、他のハンターより。でなんとかしたいんですけど、これワンチャン、いやー香水、あ今の多分箱の前で拾って即使った感じがするけど、さあ板倒す、よいしょ。うーんどうしよう、これ間に合うか、さすがに。あーまあ無理無理だね。向こうが投げていて、移動スピードだけ上げていって反対側行った、まあ、そっち側行ったとしても関係なくぐるっと追っていきましょう。でぐるぐると追って、そっち側行ったどんどん追い込むよ。なんたってこのキャラクターは漁師ですから。で追い込もうとしたらどっか行った、 OK、 よし。さて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 どうしようかな、まあ、これだったら普通に占い師殴りに行こうかな。多分普通にその辺いたと思うからかなり余裕があるはず。さあ一回投げて、向こう側いる、いない、こっち側いないっていうことは、正面側小屋の方に行ったのかもしれない。ちょっと槍の効果範囲から出ないようにこの辺で、あ投稿してくれたということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。